ただいま戻りました。いや今日も超最高じゃん。いわちのライブ終わってものの10分ぐらいでさ、キンプリのインスタライブ始まって、今日超最高じゃない？だって24日になってジャニーズファミリークラブアドベントカレンダーもさ、動画上がったじゃん。朝あの動画を全部見たの。じゃあその時点で私キンプリに染まってんじゃん。その足でいわちのライブ見て、で帰る時いわちのライブ終わって10分後にさ、キンプリがインスタライブ始めるとかさ、マジ天国じゃない？っていうか事故マジ岸くんマジ事故、放送事故やったな。てかマスク外すわ。改めまして、キング&プリンス大好きまいこです。こんばんは。そう岸くんのハウラ見たよね、みんな。ちょっと今日サムネにもあげちゃったけど、表情見てほしい、みんなの。翔くんなんかさ、笑い死ぬんじゃないかってぐらい笑ってたよね。そういうさ、もう天性の持ち味でさ、岸くんは笑いを取るじゃんか。でも翔くんはやっぱりさ、私頭いいと思うんだよね。インスタライブのもう最初の時点でなんかもうかいちゃんいじりじゃないけど、かいちゃんがそのインスタライブやるよっていう時の絵をね、描いてくれたんですって。ですってっていうか私は見たんだけど、なんかどうやらキンプリのメンバーはみんな見てない雰囲気だったんだけど、まあいじられるみたいな形になってて、見てないじゃんみたいな。あー、それか俺待ち受けにしてるとか言って翔くんが言ってて、いつも思うんだよね、その起点の聞くような言葉を言うのって必ずっていうか、まあみんなも結構言うけど、私翔くんのワードがツボなのかな、面白いなっていつも思っちゃう。その大事故はさ、ファンの子のコメントでクリスマスプレゼントが欲しいっていうのがあって、じゃあ岸くんからチューをみたいな流れがあって、そしたら全然チューじゃなくてパクリって書いちゃったよね。ちゃんともう下はっきり見えたよね。綺麗な歯じゃなかった？岸くんガチガチに綺麗で、歯がより好きになった。やばいよとか書かれてたけど、まあ、実際何もやばくないよね。なんかこっちからしたらさ、得でしかないじゃん。ファンからしたらさ、そんなとこまで見せてくれるのみたいな。もう岸くん隠し事ないんじゃないのみたいな。いやー、本当になんか岸くんのそういうとこ大好きなんだけど。いやー、本当に。レン君もさ、ちょっとなんか可愛げな髪型しなかった？ここら辺つまんでたよな。ちょっと私にはどうなってるかがよく分かんなかったんだけど、でもコメント欄見てても結構そこ気になってる人なんかいたなっていう印象。もうあとさ、もう朝やっぱそのドライブ企画、クリスマスに車でクイズにクッキングだっけ、なんかそんなようなタイトルじゃなかった？まあ、とにかく最初にジャニーズショップに行くんですよ。そこでなんかゲーム的な感じで一人ずつさ、こう関係の深い先輩とか後輩のその写真をね、自分で購入するっていう。私ジャニショ行ったことないから、なんか行く時ちょっとドキドキするじゃん、やっぱそういう新しいとこ行く時。予約してから行かなきゃいけないから、予約はね、なんかしようとしたこと何度かあるんだけど、全然予約取れないからさ、まあいずれこう行ける時があれば行きたいなっていう感じでふわっとしてるんだけれども、そのキンプリのみんながそこでゲームをしてくれたことによって、あ、ジャニショってこうなってるんだと思って、なんかこうピッて QR コードで自分の携帯からカートに入れてレシート出して、それをレジに持って行って、で準備してくれてる時に待機みたいな。で今思ったらあれと一緒なのか、あれに似て、私なにわの庭行ったからちょっとあれに似てるのかもしれないね。でもなんかさ、あれ楽しそうじゃない？なんかこの間 TikTok 見てたら、面白そうなことやってるジャニオタの子がいて、まあ多分スノタンだと思うんだけど、いや絶対そうなんだけど、なんかその誰って見ないで何番何番何番って購入してって、友達同士でね、で最後に誰かを一緒に見るみたいな、なんか楽しそうで、いいなー、こういうジャニオタの友達欲しいって思った。
やってくれる人いるかな、私の周り。ちょっと話ずれちゃったけど、そう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 、その最終的にね、クリスマスパーティーしようみたいな感じだったんだよね。そのクリスマスパーティーで使える食べ物とかそういうものをね、ゲームにクリアしたらもらえるんだよね。で、ジャニショでこうイチゴをかけたゲームだったんだけど、まあ、みんなで協力ゲームだからさ、誰かと誰かが戦うわけでもなく、今までさ今まで本人たちも言ってたけど、その彼らがゲームでクリアしてるとこってあんま見たことないんですよ。で、今回ね結構クリアしてたから、すがすがしい気持ちで見れたよね。なんか嬉しかったもん、なんか。で、その後車にみんなで乗り込んでドライブするんだけど、ドライブ中にいろんなクイズをみんなで解いていくんだけども、まあ、それも食べ物がかかってたりとか飲み物がかかってたりとかしてやっていくんだけど、まあ出ましたよ、岸くん。東山さん降臨させることできるから。昨日の動画でも言ったんだけど、岸くんのさ、東山さんのスキル上がってない？すごい似てたし、なんか面白かった。面白かった。あと、なんかでもちょっと面白かったのが、昔っていうかちょっと前だけど、岸くんレザーザウルスを降臨させたことがあるんだけど、みんな覚えてたのに本人だけ全然覚えてなくて、いや、降臨させてる時は記憶が飛んでるらしい。じゃあさ、東山さんやってる時も記憶ないんかな。で、なんか途中で思ったのが、ノリでだから海老蔵さん降臨させてみたいになった時に、ダメだよダメだよってみんななったの。あれ見た時にさ、私思ったんだけど、東山さん OK で海老蔵さんはダメっていうのは、やっぱり東山さんはファミリーなんだなって思った。なんか思わなかった？勝手にジャニーズ愛を感じて、なんかそこも嬉しく思ってた。勝手に私興奮しすぎてずっと前のめりで喋ってんだけど。いや、最高のクリスマスなんですけど、いや、イブ家に一人だけど。悲しい。まあ、さっきまで大勢いたしね。しかもさ、さっきのインスタライブの中でもさ、クリぼっちですみたいな人に対してさ、俺らがいるやん、だって。カイちゃん最高。私なんかカイちゃんって本当にさ、ファンの人が欲しい言葉くれる人だなって思う。ジンくんも結構そういうとこあるけどね。もちろんみんなもある、他の方もありますけど特にってことね。で、私が何気に一番ツボったのが、歌舞伎座の赤い提灯についてる鳥は何みたいな問題があって、それの時に鶴じゃないみたいな話になった時に、カイちゃんが頭赤いだからみたいなこと言ってて、いや、なんかカイちゃんってさ、結構そういうなんかたどたどしい話し方の時あるじゃん。なんかあれめちゃくちゃツボっちゃって、なんかわかんけっなんか今日めちゃくちゃツボった。もらっちゃいました。あとさ、トヨタピットで歌った歌はなんだっけみたいな感じになった時に、レン君がさ、勝つんだウィンのことカツウィンって言ってて、シンデレラガールはデレラ、もうそれは前から聞いたことあったんだけど、ファンキーアップはファンキラって略してて、あ、普段そうやって喋ってんだと思ったら使おうって思っちゃうよね。もうみんな使ってるか。あ、やった。なんかクリスマスパーティー始まったところもめちゃくちゃ可愛くなかった？翔くんがさ、一回線抜いたらさ、あ、抜いちゃったみたいな感じの雰囲気あったのにさ、ポンとか言ってあって、もう持ってると思ったし、まあ、やっぱさ、ジンくんはスマートにこなしてたよね。いい感じでパーンってなってたもんね。え、マジで翔くんさ、分かってらっしゃる。岸くんにあーんってしてくれて、何が一番良かったって、ここにクリームつけててさ、岸くんが、あざと岸くん降臨です。なんでなんだろうね、クリームついてるってなんて可愛いんだろうね。いや、ほんともう全部が目の保養。ちょっと話飛んじゃったけど、キンプリがさ KP って言って、 KP が KP してるみたいな、そんなでも喜んでた今日。あと、なんかレン君の横にテピカジェル置いてあんのとかね、なんかさりげなーと思って。あと、カイちゃんアメリカンドッグ好きなのね。一緒やで、ほんま一緒やで。まあちょっといろいろね、興奮して喋ってきちゃったんだけども、このあと M ステあるから、このあと M ステも名前を教えて歌ってくれるそうなんで、
ねえ、なんかタキシードめっちゃかっこよかったよね。まあみんなシュッとしてるからさ、似合うんだよね、これがね。楽しみ。え、ムステ見、いや、まずあれ見て、あれ見て、 YouTube に上がってる「M ステ」のさ、M ステカメラ見てください。本当、もう私たちの大好きなキンプリちゃんのわちゃわちゃ感めっちゃ出てる。ああ、もうとにかくわちゃわちゃしてるから見てほしい。これはみんな見れるから、FC とかじゃないから YouTube で見れるんで、ぜひ見てください。概要欄に貼っときます。ちなみに岸くんが一番嬉しかったクリスマスプレゼントは長靴なんだって。もうその時点で可愛いじゃん。水たまりの中をポチャポチャするのが楽しくて、ポチャポチャしてましたとか言って、可愛くない？最高です。多分私が語るよりも見た方が絶対楽しいから。通常モードが本当なんか小学生みたいな感じなのに、いざ歌って踊るとめちゃかっこいい。なんかスーツでさ、そのちょっと肩のとこがこう、やっぱジャケットがこうずれるんだろうね。ずれるのに次の振りで戻すみたいな。かっこよーみたいな。まずなんだったら二重と並んでこうタモさんに話を振ってもらってるとこからなんだけど、 King&Prince は二重に質問があるらしいけどみたいになって、ライブの時のルーティーンは何かありますかみたいな質問して、まだなんか単独ライブはやったことないんですけど、次の日どんな服装していくかとか決めて、今日はクリスマスカラーできましたみたいな話をしてて、え、何それ楽しそうじゃん、俺たちもやろうやろうみたいな感じで言ってる時がすごくお兄さんっぽいというか大人っぽく見えて、キンプリちゃんたちが大人になってるみたいな気持ちになった。そこもまだなんだったらわちゃわちゃしてんじゃん。なのにさ、こう画面が切り替わってスタンバイして、それぞれ各々のポージングで待ってんだけど、そのポージングはまずかっこいいの。微妙な角度がさ、みんなついててさ、でその後なんかマイケルみたいなさ、やるじゃん、こういうやつ。ああ、ちょっと私じゃできない私じゃちょっとかっこ悪いわ。なんかポーズかっこいいしさ、なんなの、なんかみんなのメリハリのある動き。クリスマスイブに素敵なプレゼントをいただきました。本当今日一日さ、朝からずーっとキンプリを見れてて超幸せだよ。本当にありがとうございました。本当にこういうことをキンプリちゃんだけじゃなくて、キンプリちゃんの周りのスタッフの方も皆さん本当にありがとうございます。変なこと言うけど、この彼氏とかと過ごしたりね、するより全然幸せかもしれない やばいかな、こじらせてっかな そういえば思い出したけど、そのケーキ作りをね、キンプリちゃんがしてるんだけど、これその動画も近日公開って言ってて、え、絶対明日とかじゃないの？だってクリスマスケーキを作ってるんだよ、絶対明日じゃんとか私は勝手に思ってる というわけで、いろんな希望期待を持ちつつ、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。私この後ね、岩橋元気くんのライブレポも投稿いたしますので、まあ、多分編集がね結構時間かかりそうだなって、もうめちゃくちゃ喋っちゃってるから、よかったそちらも見てくださると嬉しいです。今地の最新情報もお伝えできるかと思うので、それでは皆様素敵な夜を。明日は本番クリスマス、メリークリスマス。